多摩大学、それは成功しなかった SFC 今の受験生の皆さん信じられないと思いますが多摩大学というのは1990年代慶應義塾大学の SFC に匹敵するほどマスコミで褒めちぎられていた大学なんですねその理由は当時の先進的な教育です 実社会で活躍している教授陣による実践的なカリキュラム、1年生から始まるゼミ、休校禁止、日本初のシラバス導入、学生による授業評価システム、あるいはアクティブラーニングも古くから熱心にやっていました。30年前の大学というのは、レジャーランドと呼ばれており、特に文系はほぼまともにこう学校行って授業をやってみたいなイメージじゃなかったんですね。大学生というのは、 厳しい受験戦争を乗り越えて遊び放題と、そういう時代に、慶応義塾の SFC と多摩大学は、しっかり勉強する大学ということで、高い評価を得ていました。多摩大学の、一生懸命私もデータを探したんですが、とうとう見つからないんですけど、開学当初の志願者数とか志願倍率ってすさまじかったんですよ。40倍とか、それぐらい言ってたんじゃないですかね。そんな感じで、この多摩大学は、 開学当初、ものすすごい評価高かったんですよ。ちょっと今じゃ信じられませんけどね。この先進的だった教育というのも、まあ、正直なところ30年経つ間にほとんどの大学が導入してしまい、個性的ではなくなりました。現状の多摩大学がどういうポジションにあるかと言いますと、まあ、同じ偏差地帯が高千穂、東洋学園、東京富士台、東京聖徳辺りですから、まあ、東京において、 私立大学の経営系学部で、まあ、正直なところ、そんなに高いポジションとは言えません。大東亜帝国グループよりも下って感じですね。まあ、かなりこの偏差値差がついているということで、2等駒線あたりは雲の上という状況になってしまいました。これは、その30年前にマスコミで褒めちぎられた多摩大学の現状を考えると、かなだ不本意な結果と言わざるを得ません。 ただ、まあ、学生は集まってるんですよ、入学定員を充足してますし、一般入試、一般選抜共通テストで入る人もまだまだ多いので、入試は正直うまくいってると思います。まあ、総合型多いですけど、今どね個性的な人を取らないとうまくいかないし。ということで、まあ、入試は成功していると、失敗はしていない、ただこの大学のブランドが全然高くないですよと、大東亜帝国以下ですよと。 いいううううののはどうなんだろうということでここで多摩大学の30年、なんでこの大学が成功しなかったかっていうのを振り返ってくると、まあ一言で言うと学長ですねあの。決して学長が悪いってことじゃないんですよ。で平成元年1989年に開学したときにです、ね、野田和夫という学長で、まあ、大変著名人で、まあ、マスコミにも出まくると。でちょっと2代目、僕がよく知らないんですっ飛ばして、3代目がグレゴリー・クラーク学長、この人もすごい有名。 でそれから4代目、中谷巌学長、この人もすごい有名。で、5代目、えー、寺島実郎学長、この人もすごい有名で、まあまたの著名学者がですね、多摩大学の学長を引き受けては、それぞれ就任の時にマスコミに出まくって、あのすごい先生が学長になった多摩大学ということを言われてたんですけど、えー、この、まあ、歴代著名な学長がですね、はっきり言うと、30年かけて全く大学のブランドを上げてないと。はい。 あの学者としては優秀なんだけど、経営者としてはどうなんだろうというところですね、大学経営、大学のブランドを上げるということに関しては、もう皆さんご存命なんで大変言いづらいんですけど、失敗を認めるべきではないかと。であの、寺島実郎学長就任の時もだいぶマスコミで話題になったんですが、もう13年もなさってて、御年74歳なんですね、それまでの先生方が結構頻繁に交代していたことを考えると、もうこの寺島体制が13年も続いていると。 いうことで、そろそろですね若い方に交代されてもよろしいのではないのかと、あと、まあ、ちょっとグローバル学部の方は置いといて、根幹の経営情報学部なんですけど、まあ、この30年、ですね大きくは改装していない、2006年にマネジメントデザイン学科を作ったんですが、まあ、これがですね2015年に事業構想学科に変わるということで、同じような2学科体制で,で、しかも一括募集していますから、まあ、そんなに学部学科がたくさんあるわけじゃない。 でこの経営情報学科と事業構想学科の2学科を一括募集して、2年生からグローバルビジネス、地域ビジネス、ビジネス ICT の3コース、まあ、3つの履修モデルに分かれるということで、まあ、この30年ですね、経営情報学というものをずっとやってきたと。経営情報学という学部名自体は非常に陳腐になっており、今、受験生から高く評価されません。産業能力大、あそこが発祥なんですけど、やめてますからね、経営情報学部。ということで、 は3つ不便な立地もうこれにつきます東京都多摩市の電車の駅からとても遠くてバスを使わないと通えない山奥にあるというのが経営情報学を学ぶ都会のハイソナ大学というイメージから全然遠すぎるたまに作るにしてもせめて駅前ということでこの不便な立地で30年頑張ってると、まあ、不便な立地でも SFC は慶応ブランドですからいいんですけど多くの大学が都心に戻る間とにかくはっきり言って何にもやってない 都心にはサテライトキャンパスで大学院作ってるだけ。大学院は結構評価高いんですけど、き、まあ、今日の話題は学部なんで、この学部教育でもうたまに歌うんじゃだめだっていうのは、20年前から分かってるのに、全然こう都心に出てこないっていうのが敗因です。産業能力大学は、伊勢原に行っちゃだめだということで、まあ、一部を残してますけど、ほぼ自由が丘の大学っていうブランドを作り上げてますね。で、2番目です。規模を拡大しなかった。 経営情報学部だけで30年ずっとやってるんですね。武蔵野大学を見てください。どんどん巨大化。ということで、やっぱり学部学科は増やすべきでしたね、ある程度。でも、産農は成功してるんですよ。これは産業能力大学がかなり稀有な例で、とにかく学部を増やして総合大学化して大成功っていうのが定番なんですね、OB みたいに。あとは武蔵野みたいに。ところが産業能力大学というのは、ひ、まあ、一言で言うと経営学部しかない大学。 に等ししいいにもかかわらずかなりり高いポジションまで上りまでたこれは3番目、多大との差別化ですね。産業能力大学は、日東駒線みたいなマスプロ大学で経営学をやるんじゃなくて、うちでアクティブにやろうぜっていうのが、まあ、同じ偏差値帯の中でも個性を出すことに成功しましたが、多摩大学は多大との差別化に失敗したんですね。産業能力大と違って、多摩大学と同じようなランクで競い合うようなライバル大学っていうのがないんですよ。 なんせ大統領帝国にも負けてるわけですからね。この他大学と併願するっていう競争で、どういうランク、どういうポジションのマーケットにいるのかっていうのが、多摩大学は確立できなかったんですね。まあ、しなかったんですけど。なので、産農大が同じような経営情報の単価大として大成功したことを考えると、何の手も打たない30年でひたすら落ちぶれていくだけという、日本経済か、日本のメーカーかという状況でございまして。 非常に僕は多摩大学、そのマスコミで話題になっている当初、ここが新しい大学としてすごく伸びて、レジャーランドである既存の大学と比べて、まあ、新しい価値をですね日本に提供してくれると、ものすごい期待してたんで、はっきり言って僕は多摩大学にはがっかりです。いや、期待してたんですよ。で、歴代学長は何をやってたんだろうというのを正直考えてます。 これからどうするかなんですけど、とにかく、あの、付属高校とか大学院のある目黒か品川に一刻も早く移転してください。20年遅かったです。が、まあ、中央大ですらやってるんで、都心に来いと。それじゃ、多摩大学じゃないじゃないかと。はい、武蔵野にない武蔵野大学と。いうもう気にしちゃしょうがない。一刻も早く、とにかく東京のど真ん中に移る。そして、2番目、他大学の経営系学部と差別化してください。とにかく同じ偏差値帯の似たような大学と同じ。 経営情報学っていうのは新しいことやってるってイメージは30年前のもので、今や単なる経営学部です。それだったら偏差値が高い大学に行きます。で、3番目。経営学部と情報学部分けてください。その文系寄りの経営学とデジタル ICT な情報学部はもう別ですね。で、受験生の中で結局は文系は経営学部に行って、ちょっと理系的なことやりたかったり、先進的なことやりたかったり、デジタル好きな子に情報学部行くっていう風に、 二学部に分けるべきだと思いますそうしないと、単なるダメな経営学部です、今のままでは。で、この敗因なんて誰にでも分かるというか、私みたいな素人にも分かるのに、こう大学関係者が20年、30年ですね、この状況をずっと放置しているのが理解不能なんですよ、はっきり言って私は。で、本当にこの著名な歴代学長は何をやってきたのかということで、学者として優秀なのと、 その大学をこう経営体と考えて企業として成功するということは別であるということが大変よくわかります。産業能力大学や武蔵野大学は民間企業として優秀なんですね。はっきり言って。で、多摩大学はとにかくもともとはそういう高い期待を持って誕生してるんですから、この30年の間、次々と手を打つべきだったんです。都心に展開する、新しい学部学科を作る、そういうことをやらないで。 もともとできたときのですね、先進的なイメージ、それを、まあ、悪い意味で維持してしまったで。少なくとも偏差値競争においては、産業能率だと10ぐらい差がついちゃってるわけで、この大東亜帝国的なところの経営学部って別に個性ないわけですから、これらに対して個性的であるっていう立ち位置は必ず玉台は作らないといけません。まあ、30年遅かったんですけどね。その 当時の先進的だっったた教育は30年経ったわけですよ。これに対して、やっぱりそろそろですね、分かりやすい手を打つべきじゃないかということで、多摩大学は成功しなかった SFC というお話でした。